ピアスどこ行ったらいいか。あれ、なんか消えてんだけど。どこ行った？皆さんこんにちは、おはようございます。もうやばいです。あのスプルートフェスやばいです。覚えられません。今もうね、さっき今日は早起きしてね、めっちゃ頑張って、昨日の夜も頑張ったんだけど眠すぎて、もうこれ朝やった方がいいタイプのやつだと思って、今日朝7時半に起きて一生懸命覚えてるんですけど、やばいです。めっちゃカロリー高いです、ほんとやばい、やばめです。あの本当にあのやばいです。私だけかな、どうなんだろう、やばいです、全然覚えられません、覚えられません。なので15分だけしたいと思います。今日も多分ちょっと夜遅い気がするんですよね。結構私が思ってたよりもしっかりしたフェスって感じ、フェスってか、なんならもうコンサートって感じです。あれはびっくり、私さちょっと歌うだけかと思ったんですよ、全然違う、がっつり、なんならコンサートとかよりもむずい気がする。頑張ります。やっぱ好き。でも配信とかないらしいですね、やっぱそのファンクラブ限定のイベントらしいので。やっぱでもさ3日間公演だったんですよ。でその日くらいにヘドリが来て、まずやばいじゃないですか、えみたいな、こんな感じなんだみたいになって、でまあ公演だし、まだ明日も公演だし、えみたいな、気づいたら、え月曜日リハやんみたいな感じ、えって感じ。2時間半、そう2時間半です、そうですそうです、だから本当にコンサートって感じかな。昨日は公演ありがとうございました。昨日通常は久々だったかな、 H はだったのですけど、どうでしたでしょうか。ロンリーサブウェイどうですか。 I get some way、 うん、私キャプテンがさレッツゴーとか言うからさ、いっぱい笑っちゃってさ、もういっぱいいっぱい笑っちゃって大変だった。あの私感想は本当に集中して頑張んないといけないんですよ、あそこめっちゃめっちゃ苦手だからね、頑張んないといけないんですけど、やっちゃってなんかちょっとこんなことにしちゃった。もうやだわ。ゆうちゃん元気ですか。だって全然元気じゃありません。ブースティーライブチケット取れました。だって昨日道端で偶然会いました。だってそう最近本当にあの女の子のファンの方そうが結構増えてきてくださってて、ありがたいことに。で
声をかけてくださることも多くなって、本当にあの変な顔して歩けないなと思います。昨日が面白かったのが、天神、イエルちゃんと一緒にいたんですけど、イエルちゃんと一緒にいて、天神地下街があるじゃないですか。天神地下街があって、そこからこう地上に上がろうと思って、そうで、で階段がね結構長かったんですよ、地下から地上に上がるから。めちゃくちゃ階段が長くて、でそれで必死にテクテクテクと歩くじゃないですか。でもう本当に疲れちゃって、はぁみたいな、私もこんなもんはぁみたいな、登山富士山登りましたレベルで疲れちゃって、もうはぁみたいなお顔をしてて、疲れたみたいな感じた時に、たまたま声をかけていただいて、恥ずかしかった、もうすいませんって感じ。だから階段登った後でもでしとかないとダメだなってめっちゃ反省したけど、疲れすぎちゃって階段上がったらもうはぁみたいな、面白かった、ありがとうございます。そう、まあ日曜日でしたから、でしたね。でもね、もう人がもちろんいっぱいいましたね、天神は。なぜ天神に行ったかというと、フルーツジッパーさん、そう、あのフルーツジッパーさんのライブに行かせていただいて、見に行ってきました。かわいすぎた、かわいすぎた、かわいすぎた、なんでですか、なんであんなにかわいいんですかって感じ、なんで、なんかもうびっくりした、あんなにかわいい方々は7人のアイドルさんいますって感じ、マジで。これもうなんかね、もうアイドルだった、なんかびっくりした私。なんかその最初も始まって、でなんかキラーみたいな、めっちゃ可愛くて、なんかねってこんな感じになっちゃった、びっくりした、そのくらい可愛くて、なんかもうってなっちゃった。なんかでキャーって声があるんですよ。なんかあ、それはなっちゃうわと、私もびっくり、私何も知らなかったんですけど、そのどういう悟りなのかとかは、とかなんかどういうコンセプトなのかとかはもう分からずコンサート行ったんですけど、可愛かった。そう、可愛い、なんかお姫様みたい、プリンセス妖精さんみたい、かわいすぎた、びっくりした。ゆうるちゃんともう帰り道、あのもう何回かわいてたかわかんない、かわいかったね。かわいかったんだ、もう何回も一緒にいました。そうなんです、かわいくて、こういうことで私もあんなになりたいと思いました。私もあんな、そう、なんかキャランで、なんかこんな感じになりたい。そうで、ペンライトを買おうと思って行ったんですけど、もうペンライト売り切れてて、そう、残念ながらゲットできなかったんですけど、なんかぬいぐるみとか売ってたよ。あとなんかやっぱそのメンバーカラーがあるのがすっごい羨ましいなって思ったけど、こっちは50何人もいるから、わかんない、色50色もあるのかな、わかんないけど、なんかそういうところから含めてなんかすごいなって、違うなって思いました。めっちゃだって50色なくないですか、あってもさ、なんか絶妙な色しかね、ないよね。
そう。まあそれはもう無理だとして、あとあのエメラルドグリーンの子可愛かったって言われて、緑と黄緑といっぱいいる中でエメラルドグリーンとか分かんないじゃないですか私がエメラルドグリーン担当だとして、それって緑の子、それって黄緑の子みたいな、ちょっと緑が強い子みたいな、深緑の子みたいな、なりそうじゃない、色がもしこのグループにあったら緑だけで5人いるみたいな結局だから旗から見たら全員一緒ですみたいな感じですよね。だからすごいなと思いました。可愛かったな、めっちゃ可愛かった。私ね、あのずっとずっとずっとっていう曲が好きなんですよ。それはもともとゆるちゃんがめちゃくちゃフルーツジッパーさんが好きってずっと言ってて、よく一緒に MV 見るんですよ。可愛いアイドルがお互い好きなので、リエルちゃんが本当にいろんなアイドルさんに私よりも詳しいから、私はそれをこう横でちょこんって見て可愛いみたいな、可愛いってなるタイプなんですけど、でそれでこの曲がいいよって言われて、ずっとずっとずっとっていう曲を教えてもらったんですけど、もう本当に可愛すぎて、で歌うと思ってなかったんですよ。したら歌ったんですよ。でなんかみんなもこんな気持ちになるんだと思いました。そのなんていうの、自分が好きな曲がライブで流れた瞬間、もうなんかすごいね、ゾワーってすんね、うわーなんかキャーってなったもん、びっくりした。しかも1曲目でなんかなんだろうなみたいな、 MC 可愛いなとか思って、続いては次の曲です聴いてくださいみたいな、わーってなったよね、すごい、なんかみたいな、急いで立ち上がった急いで、でもさ状況が分からなくてさ、これが好きな曲かどうか分かんなくて、わーみたいな、ゆるちゃんに好きな曲だよって言われて、わーってなった感じ。そうです、弟が自分よりアイドルに詳しいので、自分はりのちゃん語です。だって、なるほどね、マジ可愛かった、マジ可愛かった、もう可愛すぎて可愛すぎて、イントロで大号泣したことがありますって。でも泣いちゃうパターンありそうだよね、それこそね、本当にこう、本当にこう、もうね、可愛いんですよ可愛いじゃんの言葉なんかあるかなってめっちゃ探さないといけないけど、可愛い。でもなんかアイドルっていいなと思いましためっちゃ可愛すぎて、可愛い、だから今日も私頑張るんだと思いました。でもめっちゃ頑張れないけど、難しくて覚えられないけど頑張るんだと思いました。だからこの15分みんなと話して頑張りましてで、嬉しい、すごい、毎回待ってるのでキャーってなりますって、ね、ありがとうございます。なんかそれこそさ、劇場公演とかってこうもう今何回やってんですか、もう目撃者だけで何回してます、何回もしてるじゃないですか。だからファンの方ってそのなんかうおーってなることあるのかなって話になって、だってしてしまったらまた来月その同じ公演を見れてしまうわけじゃないですか。劇場公演月にいっぱいやってるからね。だからなんか曲でうわーうわーこの曲来たーみたいになることってあるのかなってめっちゃ思いました。だからなんかこう本当に劇場公演とかっていっぱいやってるので、そうだからこそやっぱ毎回さあ今日ここが良かったなみたいな、あね、
とかあるけどさ、なんか毎回こうね DMM とかね、そうあのなんかいろいろ劇場来ようって、なんか1回のためだったらさ来るかも、ライブとかってもう1回きりやん、そうけど劇場公演っていっぱいやってるじゃないですか、だからなるのかなって、私はこう久々に他のアイドルさんの、まあ、48系のライブはよく行くんですけど、48じゃない方のライブを久々に行って思いました。目撃者は80回超えました。あ、そう言って、私もう300回くらいやってんのかと思った300回くらいやってんのかと思った。なんか何日になったらしい、ありがとうございます。歌い方見表情も全然違いますだって。でもさ、それはさ、こっちがすごい努力していろいろ今日はこうしてみようかなみたいな感じで、まあその時の気分とかもあるし変えるけどね、どうなのかなって思いますね。かわいい、今日の髪型何かなってなりますだって。確かにそうね、私最近ちょっと巻き髪多すぎだけど、あでも巻き髪が多いと思って、そうなんかお団子にしてみたりとか、そうそうそう、この前しました。美しきものじゃなくて抱きしめられたの好き。へえ、でもこういうライブに行きたくても行けない理由って、あのスケジュールが本気でわからないからなんですよ。だからさっきコメントにさ、今日は乃木坂さんがゼップでコンサートしてるらしいんですけど、めっちゃ見に行きたいんですよ、めちゃくちゃ見に行きたいんですけど、例えばそのライブを撮るとするじゃないですか、撮ったら今日とかリハが入るんですよ、そしたらもう見に行けないですね。だからこう行きたくても申し込みができない、そうなの、申し込みができないんですよ。4ヶ月後の予定が分からなすぎて、早めにライブ決まるじゃん、申し込みも早いじゃないですか。でもね、分かんないからね、行きたくても行けないから、もう昨日は行けて楽しかった、めっちゃ楽しみだと思う。私そうめっちゃ楽しい、でも昨日夜公演だったらいけなかったから、そうなんです。でも逆に休みの場合もありますよね、休みの場合もあるけど、例えば今日とかだったら終わりが分かんないんですよ、何時に終わるか、本当にリハの進み次第だから、もしかしたらまあ分かんない、6時とか今日はちょっと遅めなので終わるかもしれないし、とかね、そう時間が読めないのもある。けど昨日は楽しかった、楽しかった。こんにちは、こんにちは、もう15分だったね、10分だったら終わりにします。あまねさん会えましたか、だってあまねさん会えた、お会いできました、お写真も撮りました。もうね久々に近くでお会いして可愛くて、いっぱい可愛いですって伝えました。お会いできちゃった、皆さんにお会いできました、フルーツチッパーさん全員に可愛くやった。
こんにちは、こんにちは、だって、こんにちは。聞いたこと後悔しないか大事な。次の私の公演は18日なので、皆さん18日来てください。来れますか？多分10月11月劇場公演少ないんじゃない？多分ほんと何も知らんけど、私11月もさ周年があるので、しかも昼夜なので、手取りも多分ガラッと変えてくると思うので、はいはい、なのであまりないかもしれません。なのでね、劇場公演でアイドルしている姿はもういっぱい見に来てほしいなと思うんで、みんな来てください。でも私も多分18と10、キャプテンの誕生日だけですね、多分今月。そこ以外にも今月少なかったから。フルーツジッパーさん羨ましいですって。でしょ。今日雨かな。昨日雨降ってびっくりしちゃった。守っているのに嘘を。18行きました、ありがとうございます。昨日でも炎上路線ね、できたのがすっごい嬉しかった。しかも7月できたのがめっちゃ嬉しかった。めっちゃ嬉しかった。でもさ、ナナが可愛すぎてさ、本当に可愛くてさ、もう私あの目が合うだけでもうなんか本当に可愛くて、私ナナの子大好きなんですよ。めっちゃ大好きで、そう大好きだから上にもこんなになっちゃう、可愛くて。ででもそれってさ、もう私とナナだけじゃんステージいるの。だからもうありがとうございます、ありがとうございますって思って、かわいすぎて頑張ってて、もうえらい。私ななかの歌も好きなんですよ、本当に。なんかの曲がめっちゃ好きだったんだよね。で一回伝えたんだけど、ああの曲が好きだったんです。私何だったっけ、6期生の曲なんて言うんだっけの落ちサビ、どんな曲だったっけ。まず最近歌ってないから忘れちゃった。生きがいだ、生きがいのどんな歌だったっけ。生きがいでね、私めっちゃ好きポイントがあったんですよね。どんな曲やったっけな。考えてもみたいな感じが好きだったっけ。ぼんやり、あ、ぼんやり眺めていたもの、どうしても欲しい。大概を受けて、その先何が、もう分かんない。めっちゃ好きポイントがあったんですよ。何だったっけ、どの曲だったっけ、何だかがどこの歌だったっけ。私この曲がまず好きなんですね。そう、可愛かった、可愛かった。一緒だからできて嬉しかった。
しかも私がまず炎上路線久々で、そう、あ、久々と思ってたななかちゃんでした。最近はサボテンじゃないんですけれども、はい、アイテム読んで10分だったので終わろうかな。 TH 高陽寺お花ありがとう。高さん、まいちゃん、ゆかりんちゃん、かしとわさん、朝倉さん、かめちゃん、白身フライ、オッケー、ハリーありがとう、ゆかりんちゃん、かっさん、ミンパニー、キング、ねえねえねえありがとう、ねえねえさんがありがとう、白身フライ、ゆりか、かっさん待ってたようだった、ありがとう、てっちゃん、たかさん、はせばのてっちゃん、ありがとう、ボン、あしむっち、ありがとう、松山さん、ありがとう、ありがとう、みんなありがとう。え、いいな、フルフルと、ミルズっていうの、それと、トリュフの店だよね、シャルフィッシュオーパンの店、買って帰りまーす。だってまた来月、ありがとう。そう、なんか3連休だから、3連休じゃないけど、なんか劇場公演来ましたって人がいっぱいいて嬉しかったです。では明日も私はリハーサルなので、明日もなので、ちょっと待ってくださいね、はい、なので、わあ、明日はな、どうしようかな、明日もこのくらいの時間にしたいと思います。うん、明日もこの時間でお願いします。このくらいの時間、リハーサル前でお願いします。私はちょっとまた覚えます。やばやば、もう11時でしょ、やば、あと2時間しかない。はい、13位がミンパリー、12位がゆかりんちゃん、11位がハリー、10位がハシムッチ、9位がニチプ、8位がオカモ、7位がユリカ、6位がカスさん、5位がゴボーダ、4位がコムさん、3位が松山さん、2位がタカさん、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました。昨日は服に合ってたよ、後ろでも見えてたよ、ありがとう。はい、てっちゃんでした。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。もう11時です。でもちょっと頑張っていきたいと思います。バイバイ。頑張ります。明日も午前中でお願いします。バイバーイ。